はぁ、こんばんは、はるきです。今回は、シェイプシフターズアイコンのゾラを使っていきたいなと思います。ポジション的にはですね、ST からキャムに変更をされ、さらにスキルも5になっているというふうな選手ですね。まあ、非常に低身長でドリブルがしやすい、そんな選手になるので、まあ、スキル5へのアップグレードっていうのは非常にでかいかなというふうに思います。まあ、ゾラ今作初強化に、なりますね。で、この選手今回はですね、ケミストリースタイルホークを、つけて使っていきたいなというふうには思います。まあ、ペースシュート、あとはパスドリブル、体幹、まあ、すべてね、能力非常に高くなってるので、まあ、実際どうかというふうなところですね。で、あとはですね、昨日来た、トレントとも一緒にね、比較しながら使っていければなというふうに思います。SB の価格的にはですね、半額のゾラでいいんじゃないかというふうなね、まあ、意見もある方、多いとは思うんですけど、まあ、比較を、していきたいなと思います。まあ、ゾラがね、30万ぐらいでトレント60万なんで、まあ、そこですよね、やっぱり。値段っていう風な部分がね、SBC の価格はあるんで、トレント、どうなんっていうのはね、ありますね、やっぱり。まあ結果的にはトレントの場合はね、無理して作る必要はないっていう風な結果、まあ個人的な意見にはなるんで、まあそれで良かったのかどうかっていうのもね、いやトレントの方がやっぱり強いなっていう風になるかもしれないんでね、全然 R9 がいると。で、今回はですね、4-2-2-2かなの左使っていきたいと思います。ゾラはね、で2トップで、あのゾラとトレントの2トップです。ペレをサイドに追いやった。ああ、いいよいいよ、はいナイス、はいナイス、ゾラいいパス、よし取れるよゾラ、あゾラじゃあフランコゾラー、自分で取り返していく、これがゾラ、非常に素晴らしいです。まあ身長面はね、トレントと10センチほど違いますけれども、その分やっぱりああいう細やかさがあると。トレントこけた、うん、ここめっちゃ小さいでしょ。あでもほらすごいすごい、取り返す力がある、ちょっとだけ。ナイスナイス、まあ得点シーンもそうですけど、取り返す力がついてるぞ。フィジカル80へのアップグレードっていうのはかなりでかいかもしれません。で、まあ動かしやすいから、だからちょっとこう細やかな動きもしつつみたいな、まあ、トレントも負けてへんよっていうところを見せてほしい。おー素晴らしいね、アーノルドも素晴らしい、アーノルドも決定力素晴らしい、アーノルドも決定力が素晴らしいよ、決定力が素晴らしい、まあ、アーノルドほんと決定力高いよね、まあ、当たり前みたいなとこ出てきてんのかな、もうこの時期になってくると。すごいすごい、カーソルが、まあゾラ、まあゾラの方が細かいし、特に守備の時ね、細かく動けるっていうのはありますね。その分まあフィジカルとかの部分が弱いのかなと思いつつも、まあしっかりフィジカルで取り返したんで、ゾラはゾラジャンフランコゾラ、これがゾラです。これちょっとね、マイクね、入ってるかわからないですけどね、上の部屋の人がめっちゃどん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 言うてます。すごくちょっとうるさい、そういうのやっぱあります。ゾラに震えてます。あでも、あ素晴らしい、あフィジカル、あフィジカルでちょっと勝てそうやぞ、身長小さいのにやるな、素晴らしいなゾラ。トレントゾラに落として左足でもゾラー、ゾラージャンフランコゾラー、もう一試合いきましょう。
はい、2試合目当たりましたんで行きたいと思います。まあ1試合目、ゾラ非常に良かった、かなり良かった。フィジカルが意外と強いんだなっていうところがね、感激ですね。ちょっとまあまあ特にポジションは変わらずでいきます。またさっきの試合がたまたまやったっていう可能性もまあなくはないんでね。でもね、動かしやすいのはね間違いないです。やっぱり身長が小さいし、速い、速さも感じますし、あ、まあ、アーノルドともね、まあ、ポジション的には別なんですけどね、 ST じゃないからゾラは。でもね結構似てるんです。あ、ナイス、マジで結構ね似てるから。ゾラのパス、あ、パスもうまいわ、パスもうまい。トレント負けてられへんよ。うん、素晴らしいね素晴らしいね。トレントも素晴らしいよ、トレントもいいよ。まあ、60万の価値はさ、もちろんあります。 トレントの場合はね、ちょっと高いけどね、コイン的にはね、数字的にはやっぱ高いけど、それ全然トレントも何一つ悪くはないよ。ただ価格がちょっとっていう とこはね、この推進力もあるし。あ、ゾラの AI 良くない、パス。ゾラめっちゃ AI 良かったのに。あ、ちょっと臭ない。やっぱフィジカル強くなったのでかいんじゃない。あれね、ただ単なるね、ちょっとね小さくてフィジカルがっていう選手、あっこで普通に負けますから。ちょっと臭いぞ。ちょっと臭い。で、その前のアーノルドのパスがずれたけど、 AI もいい、ちゃんとこう中で相手を振り切って待ってくれてるっていう場面が一つあるだけでちょっと違いますね。マグワイヤーとは違う。マグワイヤーはもう逆に寄ってきてたから、それ ST としてのどうなんていうのはあります。まあ、ゾラもともと本当使いやすいくて AI もいいみたいな、だけどスキルがねみたいな選手だったんで、 4-4 だったから、だからね選手自体はね全然悪くないんですよ。うん、 OK、 マイボーパールか。え、マジで、まあ、ただかポジションやな。トレントは ST できるしいいんやけど、ゾラはキャムって今作、まあ、自分あんまり押してないと思うんですけど、まあ、フォーム的に入れれない、入れにくいからね、ポジション的に少ないから。で CM もできひんし、あとは左サイドやね、左サイドができるんやけど、左サイドは逆に強い選手多いでしょってなった場合に、ポジションがちょっとね難しいっていうのはあるんですよ。ジャンフランコゾラージジーめ、これはこれはちょっと、いや、アーノルドも強いしゾラも強い、2試合ともね、2試合ともアーノルドもゾラも非常に多分試合の勝利に貢献をしてくれたと思います。うん、活躍してくれて、点もアシストも決めてくれた。でやっぱりアーノルドの方がポジション的にはいいですね、 ST に置けるし、そういう風なところはいい。 ST とあと CF とキャムとかやったかな、まあ CF キャムはまあいいですわ。 ST に置けるっていうところが、まあ、アーノルドのまあいいポイントで、ゾラは
まあちょっとそういう意味では難しくはなってしまうかな。 LM とか LW やったらいいかな。やけど LM、LW 左サイドは強い選手いるしっていう、そこの試合外のところでのちょっと違いはあって、あとはやっぱり低身長やしね、ゾラの場合は。非常に使いやすいのはもちろんやけど、走るスピードっていうのがちょっとアーノルドよりかは速さはあると思います。速さと細かさ、守備の時もそうあるなっていう風に感じました。あとはやっぱりゾラフィジカルがまあ2試合通してあんまり弱いと思わなかったですね。で実際得点決めてくれたシーンもまあ自分で取り返したりとか、あとはこの試合2試合目に関してはやっぱりなんか臭い、なんか動き、相手取ってるんやけど、なんかそのフィジカルが強いからかちょっとこうすり抜けたみたいなねことが起きたんで、まあゾラは低身長168センチの割にですね、かなりフィジカルに関しては強化されてるなというふうにこの2試合を通して思いましたね。まあ似てるのでいくと、ゾラはやっぱりベンエデルとか、まあ、エウゼビオみたいな形の選手がスキル5も使えるようになったっていう選手ですね。で左足も特に気にはならないです。でアーノルドももちろん強かった、決定力が高いし60万の価値っていうのは全然あった。まあアーノルドに関しては動画、昨日出してるのでまあ見てほしいなと思うんですけれども、正直ゾラで十分っていうのは思います。やっぱり価格面、アーノルドも強いし、全然価値っていうのはあるんやけど、ゾラが30万で作れる以上やっぱり価格面のところでゾラで十分、アーノルドの方がやっぱ価値も価格も高くて強いなっていう風には思わなかったかな。ゾラが強かった、この選手が30万っていうことが強かったっていう風な、この2試合のまあ結果になったんで、まあ正直スカートに刺さる方だったらゾラでいいかな、ゾラで十分かなっていう風には思います。はい、なんでまあ気になる方はですね、ゾラレンタルあるんで、まあぜひちょっと使ってみてほしいなという風にも思いますし、まあアーノルドもまあこれをこの動画を機にですね、まあ作るかどうかっていうのもまた改めて、うん、まあちょっとこう自分で考えてみるのもいいのかなというふうに思います。それでは今回はこれで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。